苗木城は岐阜県中津川市にあった日本の城。別名は霞家城。苗木藩の藩長が置かれた国の史跡に指定されている。三の丸にある大矢倉巨大な自然石である盲来岩石壁城の別名があり、城の壁は白漆喰ではなく赤土が剥き出しになっていたと伝えられる。その理由については木曽川に住む竜が白い色を嫌い。 何度漆喰を塗り直しても嵐を起こして剥ぎ取ってしまったという話が残されている。また、中部日本新聞遊館に1960年代前半に掲載されていた、ふるさとの童話という記事にも同じような物語が紹介された。内議城は美しい白壁の城として完成したが、一夜開けると漆喰が全部落ちて赤土が露出している。何度塗り直しても、 朝になると同じことであった。殿様は犯人を見届けてやろうと一人で夜の天守閣で見張っていた。すると夜空がかき曇って雨風が出てきたかと思うと恐ろしい大きな龍が現れ熱い息を城に吐きかけるとたちまち壁が落ちてしまったという。実際には内義犯が経済的に弱体で漆喰を塗る経費が捻出できなかったと思われる。 城山の北麓に存在していた。農用巡航期に町や四丁ほど続き、北より入りまた、東へ曲がり上町、下町という。東の町はずれに城門あり、上地に行くには城門へ入り、直に天守台の下を通る坂をつづら折りに下る。四十八局とあるという。坂の折り口に城の南門あり、角先の渓流に欄干橋あり、この辺り。 かつけいなりと記されている。ご主印、ふもとのな木ぎ演算資料館にあります。ありがとうございます。